上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスのチョコレートケーキピンクフラペチーノとストロベリーフラペチーノを飲みたいと思います。暑くなってきましたからね、こういうのが美味しくなってきますね。なんか2つとも話題になってるみたいですね。なので今回飲んでみたいと思います。ちょっといろいろと送るの遅くなったんですけど、それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではまずストロベリーティーフラペチーノからいただきたいと思います。どんな味わいなんでしょうね。それでは飲んでみます。いちごの甘酸っぱさがしっかり感じられますね。しかもしっかり冷たさも感じられる。この暑い時期には美味しいですね。シャリシャリとした食感もいい。あとクリームとの相性も、この甘酸っぱさずっと感じていたいですね。話題になるのも当然だと思います。あーすっきりしたな。チョコレートティーケーキフラペチーノ、ストロベリーはティーではなかったですね、申し訳ございません、訂正いたします。はい、こちらも現在話題になってますね。では飲んでみます。今話題のチョコレートケーキフラペチーノ飲んでみました。ケーキというだけあって若干スポンジの食感も入っていますね。それが通常のフラペチーノとはまた違った美味しさを出していていいです。ただこのザラつき、ちょっと好みが分かれそうな気はしますね。あ、ザラつきって言い方悪いか。だけどチョコレートはしっかり感じられますし、チョコ好きの方にはおすすめだと思いますね。話題になるのも分かる気がします。最初に飲んだストロベリーフラペチーノはイチゴの酸味がかなり効いていて、冷たい中からもしっかり感じられて美味しかったし、さっぱりできましたね。で、チョコチーティーケーキフラペチーノはスポンジの食感がフラペチーノの中に入っていて、ちょっと言い方悪いですけどザラッとした感覚があって、普段のフラペチーノはまた違った味が楽しめました。ただ自分はこちらのストロベリーの酸味の方が好みでしたので、今回はこちらを代表としてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。